おす、日進月報、塩田正弘です。本日も西田先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、先生、また本を読ませていただいて、いろいろな角度で基本をこう大事にしていて、例えば僕たちはこうキリキリ寄せとか構えている部分で、まあ僕は統一体っていう表現を使ってたりするんですけども、他のなんか、ね、関西でやってる先生の統一体っていう言葉はなんか違う解釈であったりとか、で、極真空手っていうとやっぱ三鎮っていうものをよく聞くんですけども、三鎮でどういうものが作られていくのかなっていうのをちょっとお聞きしたいんです。はい、はい、それに関して私も、極真空手だけではなくてですね、王柔系の空手では三鎮って必ずやるんです。でも、少なくとも1970年代ぐらいの空手道場でやる三鎮っていうのは、とにかく体をぐーっと固めて、こう、っていう硬い三鎮なんですね。で、それが何に使われるのか、どういう役に立つのかっていうのを実は教える方も知らなかったりとかしてですね、っていう状態で、それで私、盲腸みたいなもんだって、表現したんですけど、そこから、実はその、そこから西田先生は宝の山をザクザクとこう、掘り当てるわけですよね。ですから そこのところをね、伺えればと思います。そうですね、まず、沖縄五十流っていうのはですね、まあ、その今でも、その三鎮による、体の締めですね、それから呼吸法、あるいは三鎮など等の練習法を行っています。これに対して中国の三鎮の元だと言われている、白鶴拳、白鶴拳のハープ拳という方があります。これが、三鎮の元だというふうに言われています。この、ハープ拳は経力を作る方法なんですよ。経力を作るためにはやはり、体を固めては本当はできないわけなんですね。できにくいと思います。で、本来は先ほどお話ししましたように、そのダルマが聖人に残したと言われる、液筋経の中の液体、液骨、液筋、筋肉を変えて、骨を変えて、筋を変えていくという理論にのっとって、まあ、これは私の考えですが、パワープレーンという、要するに三鎮のもとが、できているんではないかと思っています。それが沖縄に伝わったときに、元はその中国色の強いものだったと思うんですが、だんだんと今のような三鎮に、五音三鎮ですね、に変化していったように思います。途中、比嘉本田先生が、呼吸法、短い呼吸法をですね、長いというふうに書いてます。それから、返しの、抜き手をですね、拳のにを握るような形で書いてます。まあ、そのような形で、だんだんと五音の三鎮になってきたように思います。で、これは私の考えですが、沖縄の人の体質とか気質に合わせて、少しずつこの三鎮が中国色の気候法的なものから、経力を作るものから、もう少し五音の三鎮になっていったんではないかと思います。もともとこの白鶴拳は女性の流祖なんです。女性が流祖だと言われています。ですから、南波の少林拳なんですが、柔らかい動き、要するに銃の要素がたくさん入った、技術であるってことが言えるんじゃないかと思います。でそれが、まあ、沖縄から本土、いわゆる、日本に入ってきたときに、他の五十流の稽古の方法は私、存じ上げないんで、少なくとも極真系の、フルコンタクト系の、空手においての三鎮は、その足腰、脇の締めがほとんどなくなって、ねじりですね、天守というねじりも消えていって、呼吸法も逆腹式呼吸、いわゆる丹田呼吸も、喉を潰すような呼吸法になって、今の三鎮になって、いわゆる、まあ、三鎮としての本来の目的、体を一つにするという、先生がおっしゃった統一体という、一つにするという目的が、少しずつこうずれて、形骸した三鎮になってしまったんじゃないかなと、私は思います。
実際僕の生徒でも極真の方がいて、まあ、三鎮はやってきたけども、他の方もやってきたけども、実践になると使ってる人誰もいませんよっていう、お偉い先生が言ってましたけども、でもそれが、まあ実際は、もうやっぱ使えるし、実践でも使えるという。そうですね、本来は、まあその、体を作るっていうんですね、それと、うん、筋力とか、それから骨、それから筋を変えるという意味で、液筋という言葉です。力のもとは、やっぱり今言ったところの総合力ですよね。うん、一筋の考え方はですね、一本の藁をこう、簡単にちぎれます。それ、三本ぐらいを、夜にですよ。夜と、縄になりますよね。と、ちぎれないじゃないですか。この強さを出すために、ねじりを入れるわけです。ねじりを入れるわけです。で、上と下を一つにしていくわけです。はい、これが、液筋の考えであるし、それに基づいてパワープレーン、要するに三筋のもとができたときに私は解釈してるわけです、うん、これ実際に見せていただいたり、あ、はい、じゃあ三筋使い方でよろしいですか。はい、そうですね、三筋が、そうですね、型だけ見てもちょっとわからない部分があるので、はい、わかりました。まず三筋構えですね。この三筋構えです。この時に、こうやっちゃうっていうのが今の副官です。はい、円運動の軸が動いちゃってますから、相手何も変化しないですね。肘を曲げるのかと来るわけです。これがこういう形です。これが三鎮で構えてくるんです。ですから、このまま。はい、あるいは、着いた時に。ここで今傾いてます。相手の重心に傾いてます。これはまあ、大体でも、相手と同じ意味です。はい、ここで、三鎮で傾いてもらって、わざわざして感じているわけです。これが三鎮です。あるいは、このまま、こういう形が三鎮ですから、ついてきたときに、ここで受け替えてるんです。これが三鎮の構えです。受け替えを含めて、相手との警戒というのは、これですと、私も続きますが、相手も続いちゃうんです。これで三鎮構えすると、私は続きますが、相手は続かないですね。これが警戒です。三鎮のこの構え。で、本来はこれが、中国では、こうではなくて、こういうことです。何でしょうか。これ、黒筋肉になってます。はい。これが、心筋の握りです。はい。これが中国の、パープレンの、こうなってたものをこうしたわけですね。はい、ですから、先ほど経営力というか、力、全体力を使うという形になりますけども、拳を握っちゃうと、まあ、これ途切れちゃうと、はい。ですから、こういう形で今、経営が通ってますから、はい、このまま相手に、この拳を返すばらしで通るわけです。こんな感じで使われます。ですから、これです。で、それを組み手構えにしたときに、これじゃあ、まあ、三鎮とその通りですから、あれです。これでも、締めが入ってるわけです。三鎮の締めが入ってるわけです。締めとともに入ってる。まあ、これも好きで使えるというふうに私は解釈しています。でも私も当然、相手の方より力がありませんので、こういう力で、与えたら引きませんので、三鎮からの、つけて入れば、この、ねじりですね。ねじりです。よりをかけるねじりによって力が出るということが三鎮の中でも言えるんじゃないかと思います。私もいろいろその動画とか見させていただいて、はい、お弟子さんの言葉をいろいろ聞きたいなと思ってるんですけども、やっぱねじりが入ってないものとかその違いって、まず重さとか腰にくるというか抜ける感じの表面だけ、なんかこうね、表面だけだとそうで、お尻に来るから、そうですね、もう腰に来るという感じですね。それも本当に大統領とかと同じ考えで、持たせていただくこと。ああ、もちろんですね。これがまあ、それはあります。感じで、これが伸びちゃうと、こうなっちゃう。はい、これ動かそう。おぉで、両手でやりますと。おぉあのね、あ、すいません。
なんか、こっから引きつけられる感じがする。もう、手はやっぱないから、実体がないっていうか、なんだろう、最初ならもうなんか外せるからあるけども、外れないっていうか、なんか寄せられちゃうんですよ、先生のところに。それがまあ、ねじりの原理。ねじりの原理。これじゃあねじりにならないと思うんですよ。はいはい。ここが支点ですから。肘が支点で。三鎮構えをちょっといいですか。三鎮構えをすると、この指先見ていただくと、こういうねじりが入るわけです。はい、そして肘を曲げるだけでこれだけ入るんです。ところが、今の三鎮、こうやってやってますから。はい、支点をなくしてこうやってやってますから、はい、ねじり入ってないんですよ。ただ三鎮もどきでやってるから、ここにねじり、螺旋の力が入らないので、はい、技にならないんです。で、それで、この螺旋の力をここに入れると、こうなるんです。これが、この三鎮の構えの大元です。ああ。うん。脇もこう閉まってるから。確かに、ま、脇のね、オルツの方もこうなってる感じで。で、この時に、はい、この三角力がなくれてるんです。三角力がある。ここが、ほぼ三角ですね。はい。これは、自転車のフレーム。はい。あるいは、走り板。つまり、ここで三角を作ることによって、最も強い力がここで作られているわけですよね。で、そこに K という力を通すから、より強くなるわけですよ。はい、うん、これがまあ、三鎮のこの構えの意味ですね。から、最終的にはまあ、今、お見せして、崩しが入るってことですね。こういう形、あるいは返した形で飛ばすということですね。飛ばしたものは、うん、飛ばすときは、そのねじで同じ軌道で返して。そうそう、同じように戻す。あ、これ今、ね、ちょうど多分面白いと思います。はい、ライト流のこの技と、螺旋の技と、ほぼ一緒だと思います。うん、強いですか？動きの起点ってどこになるんですか？動きの起点って言いますと、三鎮の。三鎮の、はい。もちろん、全体的には足の、この、つかみですね。ここに力のもとがあります、はい。で、そこを締めることによって、腰、背中、肩、腕にこの力を通していきます。と同時に、この力が今上から下に入っていきます。こういう形で体が力が入っているわけですね。で、この三鎮構えの時に、指先で足を掴み、足先で床を掴みます。掴むことによって、膝に力が入ります。膝に力が入ることによって、お尻を締めることができます。これで一つになるわけです。で、その時に、ここに、ある意味、緩いアーチが出来上がるわけです。でこれが、その、超人筋系でいう、このアーチの作り方と、ほぼ似てますね。で、この場合は、三鎮の場合は、この肩の内側、肘が外側、返した時には拳が内側になります。足も、膝、足元がこういう締めです。膝が内側、内側です。この、またですね、ここがこうなります。ですから、こう、こう、こう。ちょうど、こう、こう、こう。こことこう、同じような形で、螺旋のねじり、先ほど言いました。この余裕をかけていることによって、上と下がつながっているというふうに私は解釈しています。それを足腰、通したいのことを、肩、腹、尻と言うんですけど、うちの場合ですね。肩と、尻、要するに下半身を単面でつなぐというふうに解釈しています。それを肩、腹、尻を一つにするという形で統一体という言い方をしています。で、三鎮イコール統一体を作るための方法だっていうふうに解釈しています。ありがとうございます。やっぱり、もちろん、さっき言った、こう、手の部分ではなくて、足の、その指も噛んでるっていうところは、ね、まあ、かかとになるとやっぱ、こう、不安定になっちゃう。そうですね。っていうところでも、やっぱ共通点とかもいろいろな部分ありますし、呼吸はまた違うところになりますかね。呼吸は、まあ、普通は呼吸を見せないんですが、はい、三鎮の時と天章という方がありますが、その時に天章という方が、はい、二つの方があります。これ、陽の呼吸、要するに息吹という呼吸を使います。はい、でその時に最後に爆発音をするというような、方で、まあ、ちょうど、なんていうんですかね、自動車で言うと、ターボをかけるみたいな感じですね。そうそう。まあ、普通はこうですけど、ここで、ターボをかけてる。
が、まあ、腹圧をこうかけて、力をここに、このまま腹圧をかけた時に、かけた時に、こういう力が。これは三振の呼吸です。今先生、手も三振の形されて、こんな。それから返した。それで呼吸を使った。腕の方は、これでこの方が出て、で、軽く動かしてる。おぉ、あ、これだね。あー、全然違ったわ、本当に。ここに衝突が来ないって、足が先に動いちゃうから、もう何もできないっていうか、ここにバナナ全然ないです。当たったところがそのままで、もうこうなっちゃってるから、やっぱ吹っ飛ばされちゃいますね。ありがとうございます。貴重な、技を受けさせていただきました。ありがとうございます。先生、また次回もよろしくお願いします。先生。